どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレルのガズでございます。今日は新居から皆さんお届けしております。私引っ越しましてですね、初のガズレレレッスン動画となります。ここからどんどんアップしていくのでよろしくお願いします。さあ今日もいろいろなレッスンを、この今日はですね、ブラックビューティーモデルと簡単版ではこの初めてウクレレを使ってやっていきたいと思います。ただいま大好評、はい、このウクレレたちの、販売予約受付中でございます。皆さん公式ホームページ概要欄に載せておくんで、ぜひウクレレこれ見てみてください。さあ今日のレッスン動画入っていきましょう。今日のレッスン動画の課題曲こちらです。ドーン、月読みキング&プリンスでございます。これはドラマの主題歌になったりとか、もう、ね、今キング&プリンスもすごく話題が騒然なんですけど、この曲これはねかっこよくて、ちょっとね歌がですね難しいということなんですけど、コードはですねガズレレアレンジでかなり簡単になってますよ。どんどん歌っていきましょう。いつものように2バージョンでいきます。最初のバージョンは初心者様でもなるべくできるように、簡単にできるようにしている超簡単バージョン、ゆっくりめでやります。後半はかっこいいバージョン、あのキレのあるリズムとね、この畳みかけるようなボーカルのこのかっこよさ、これを最小限のこのちっちゃいウクレレで最大に表現していきましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽って聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高です。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、私音楽今まで苦手でできないんです、もう無理ですという方があっという間にできるプログラムを用意しております。このプログラムに沿ってウクレレ触ってどんどん、ね、練習していくとあっという間本当にできますからね、ぜひ始めてみてください。概要欄にそのリンクを貼っておきます。そこにはねもうすでに2000曲ぐらいのね、課題曲があります。皆さんの好きな曲もきっとあると思うんでね、どうせ練習するんだったら自分の好きな曲でやっていただきたいなということでですね、おすすめとしては YouTube の検索に自分のやりたい曲名と、ガズレレというような感じで検索してもらうときっと出てくると思いますよ。ぜひいろんな曲でトライしてみてください。さあそれでは今日のレッスンに入っていきましょう。キング&プリンス月読み、まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみます。 1,2,3,4 Do it right nowMatching, 月が怪しく傾いて昇る。きっと今夜何か起こる。別々に持ち寄った寂しさに愛なんてくだらない。名前つけてごまかして何になる。すべて捨ててきた心なんて愛なんて生きる。邪魔をするだけ。もしも叶うならろくでもない俺を消して愛はいらない、知らない、孤独でいたい、消えたい、見つめればいつだって悲しみの魔法に押し殺されてく。愛知らない、それでも未来消せない。全て意味、君がこの嘘を見抜いて。ブラブラ1,2,3,4無造無造の人の顔で濁る希望、本当の愛に触れられたら逃れられない。深い闇が砕け散って終わってしまえばいい。愛はいらない、知らない、孤独でいたい、消えたい、見つめればいつだって悲しみの魔法に押し殺されてく。愛知らない、それでも未来消せない。全て今、君のこの嘘を見抜いて、君だけはどうか気づいて。バッバッ You it right now, I do it right now, I do it right now, I Yeah Say no Keep
ング&プリンスの月読みガズレレレシンプル簡単バージョンやってみました。かっこいい曲ですね。これゆっくりやるとですね、コードがね、さっきも言ったようにそんなに難しいコードは出てこないんですね。なんで、弾くのは簡単ですけど、何回も言うように歌、これはなかなかね、聞き込みが必要ですよ。はい。まあ、そこも楽しいところなんでやっていってください。今のやったね、ガズレレバージョンの長さは、YouTube に上がってる YouTube ショートカットバージョンという長さをそのままやったというね、ことでございます。なかなかかっこいいね、アレンジだったんで、そのままちょっと、一応そこの YouTube バージョンのフルコーラスをやっておりますんでね、どんどん始めていってください。1個目のゴール設定としては、今のシンプル簡単バージョンのガズさんと一緒に合わせて演奏できるようになったらもうバッチリだと思います。一緒にできるようになった方おめでとうございます。次のステップどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを全部丸暗記するのはちょっと難しいんで、まずは楽譜を見ながら、徐々に何回も練習していって、いずれ覚えちゃって、歌っていく。もう何かこう大空を見ながらとか、夜の星を見ながら歌うとか、そういうのがいいと思いますね。でも、楽譜ってどこにあるんだろうということだと思うんですけど、安心してください。今の演奏はですね、ガズの手書きのノート。はい。こういうふうに手書きで書いてるね。このノートを見ながらですね、やっていったんです。今日2枚に渡ってますよ。はい。もうちょっとしたらカメラにこんな風に映して、みんなも書いてみたらいいよっていう風にしようと思うんですけど、今大変便利なサービス。これが始まってます。ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた月読みを含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なノート楽譜のストックの中から、毎月5曲、皆さんがこの曲やってみたい、この曲いいな、みたいな感じでお選びいただいて、すぐさまお手元にダウンロードして、練習に入っていけるよというね、画期的なサービスなんでございます。そしてこのガズクラブではですね、楽譜のダウンロードだけじゃなくて毎月2回、全世界のガズクラブメンバーの方だけが参加できる大セッション大会ガズオンを開催しております。これがめちゃくちゃ盛り上がりますからね。はい。そしてね、この あのメンバーだけが使える専用のアプリがあったりしてね、もうかなりこれね、いろいろ面白い、チームになっております。ぜひこのガズクラブね、チェックよろしくお願いします。概要欄にね、貼っておきますね。で、これとちょっと違うんですけど、 YouTube メンバーシッププログラムというのがあって、この YouTube のね、大学があるんですけど、ガズレレ大学。こっちは毎月590円で、毎週2回のライブ配信による、もう濃厚なね、もうすごいです。課題曲を決めて、もうテーマを設けてやっている大学ですんでね。こっちはなかなか面白いんですけど、16ビートぐらい弾けるようになってから入ってくださった方が面白いかと思います。これもね、概要欄に入って、URL 貼っとくんで、ちょっと見てみてください。あとですね、毎朝、ガズさん、7時半からラジオ配信してます。ガズラジ、スタンド FM というアプリ、誰でも聞ける、いつでもどこでも無料で聞けるラジオアプリなんで、これでですね、ぜひガズさんの、いい話、音楽にまつわることとか、いろんなことやってますんでね、ぜひぜひ聞いてみてください。今ご紹介した3つのコンテンツは概要欄にね、リンク貼ってますんで、ぜひチェックお願いします。さあ、それでは楽譜を見ていきましょう。月読み。キング&プリンス、丸1、今日2枚にわたってますということです。はい、ここ。Do it right now, I do it right now. はい、ここ下にね、3連のなんかフレーズって書いてあるんですけどね、3連16ビートフレーズ。これね、かっこいい決めみたいなの、かっこいいバージョンでやろうと思ってますんでね、ここちょっと後で解説していきます。でこんな感じで今、映しておきまーす。はい、コードは結構シンプルコードですね。はい。じゃあちょっといいですか、こうやって一時停止でね。まずこの A って書いてあるこのところまで移しておきます。そして今紹介させてもらったガズクラブでこの楽譜を、ゲットしてもらうのもね、データでゲットしてもらうのすごく有効です。ガズのノートの特徴はこの点ですね。この点がね、リズムになってるんですよ。ここで、潜んでる街に月が輝く。この点でね、リズムが分かるようになってる。あと、このスペースによって、このタイミングがこのね、位置でもちょっと分かるようになっていたり、歌詞カードには載ってない伸ばすところとかね、この表記が出てくるんで、これがすごく役立つと思います。ぜひね、ガズクラブでゲットも、ご活用ください。じゃあ、いいかな、映してやった。はい、じゃあ、ここね。ここ次、B メロですね。はい。ここね、かっこいいバージョンのちょっと弾き方変えますよということで、これ結構ね、こういうタタタタとかね、これ決めが入るんですけど、かっこいいバージョンかなり濃厚になってますからね。で、このサビが見て、もう畳みかけるように言葉がいっぱい入ってますよ。めちゃくちゃ早口なんでね、ここら辺が、難しくも面白いところでございます。ここもね、ちょっとこういう後で解説していきますね。決めが入ります、ここ。コードがワンブロック4つ入ってきたりとか。はい、で、ここ間奏です。ここ間奏なんですけど、ここにワンブロック無音が入って、ここダウンビートって書いてあるんですけど、ここほんとね、かっこいいバージョンでここね、すげえかっこいいリズム登場します。で、ここ間奏行って、で、次からもうここ。はい。このラップのね、ブリッジパートと言うべきでしょうか。なんかここ、もう言葉が入りきらないで、このこれがワンブロックですからね。ここ1、2、3、4ブロックで、ここのラップがない、なかなかかっこいい。はい。
それでここに展開していって、ダダダダダ、これかっこいいバージョンでここ決めを入れて、で、またサビに戻ります。で、サビに戻るんですけど、サビっていうのはここですね。はい。ここに、この2行をやった後に、はい。ここの2回目終わったら、このラストに飛びます。ここ。はい。君だけは、どうか気づいて、ブラブラ。はい。で、ここでイントロと同じ、do it right now. これやって終わった。これが、ガズレレアレンジ兼、YouTube バージョンという、キンプリさんの月読みのアレンジでございました。はい、出てくるコード見ていきましょう。コードは結構いいよ。シンプルコード。Am、C、F、Dm、D7、G7、E7 の7個のコード出てきました。はい。これ今映ってるのはガズレレ必須コードという入門コードのグループで、これめちゃくちゃね、大事なコードになります。はい、このガズレレ必須コードなんですけど、これウクレレ始めたい方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループ、10個もあるのかと思うかもしれないけど、入門コードなんてね、1個ずつ見たら簡単だけど、いっぺんに10個覚えようと思うとごちゃごちゃになってね、わけわかんなくなっちゃうんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、めちゃくちゃいい動画を撮ってます。概要欄に貼っておくんで、ぜひこのコードを覚えちゃってください。今日は10個のうちのその7個ですからね、簡単コードでできるぜということなんですけど、さっきから何回も言うように歌はね簡単にできないんで、これはね聞き込んでね、言葉のタイミングとかね、すごい通な感じでこう入ってくるんですよ。そこが面白いところなんで、これ掴み取ってどんどん歌っていきましょう。じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきましょう。かっこいいバージョンは出てくるコードは全く一緒でございますが、今回はねなかなかいろんなリズム出てる。今日出てくるリズムをお伝えします。はい、ドン。16ビートのチャとカッティングと、16ビートのアルペジオと、16ビートのチャ半分というリズム、これ結構いっぱい出てくるんですけどね、この辺のことはですね、ちょっとこれから解説はしていくんですけど、基本的にリズムの、レッスン動画っていうのを過去に、ね、今映ってるの大体撮ってるんです。概要欄にそのリズムのいろいろっていうのがあるんで、そこでね、それぞれのね、濃厚解説動画、まず見て研究しといてください。まず今日基本的に言いたいのは、16ビートのリズムなんで、結構リズム難しいですよ。基本的に リズムはですね、ちょっと、じゃあ Am でちょっと弾いてみると、こういうちょっとね、カッティングを織り交ぜた感じがいいんですね。こっちパタパタこれ動いてるでしょ。こういうのができるとすごくかっこいいんで、今日はねなかなか難度は高いんです、かっこいいバージョンでね。で、ちょっとまあ最初からちょっとやってみようかと思うんですけど、最初に Do it right now ってこの印象的なところ、ここね3連のね16ビートのカッティングのフレーズにしたいと思います。ちょっと聞いてて、1、2、3、4 Do it right now、 Do it right now、 こんな感じゆっくりやると、だこここ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 、こんな感じのニュアンス。はい。今左手でこうパッパッと弦触れてるんですけど、これ音止めてるんですね。ね。はい。ここで触れて止めて、その時カチャって弾いたりして。だここ、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 だこ、だこ、これで。この感じ。だここ、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 だここ。なぜ3連かというと、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、1、2、3、1、これは3つ3つで続くからです。これなかなかね、奥が深いリズムですよ。ちょっとね、ガズの体の動きを見ながら一応練習していきましょう。Am で、せーの、3、はい。はい、OK。これが基本ですよ。これを早くやると、なります。3連の16ビートのカッティング、これかっこいい。これ最初と一番最後のエンディングに出てきますんで、これぜひやってみてください。そして歌が始まるんですけど、潜んでるマーチーニのところでちょっと16ビートのチャのカッティングなんですけど、ちょこんな感じでやりたいと思います。ワン、ツー、潜んでるマーチーニ、月が怪しく傾いて昇る、こんな感じですね。パスカタカタパツタカタ、こんな感じでちょっとやってました。これね、ちょっとゆっくりやりますけど、 Am からダッツタカカパン、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 こういう感じのビート感で、これ最初にカッティング入ってるんですけど、もしカッティングを入れなかったらこうです。ダンダカチカタカ、ダンダカチカタカ、ダンダカタカタカ、ダンダカチカタカなんですけど、ここに一箇所カッティング入れると、ダッツタカカパン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 、なんかこうなんか空間生まれて、なんかかっこいいフレーズになるんですけど、難しかったらちょっとカッティング抜きで、潜んでる街、月が怪しく傾いて昇る、これでも十分かっこいいです。次のステップとしては、潜んでる街、月が怪しく傾いて昇る、これってタッツタタカタン、タッツタタカちゃん、かっ
っこいいリズムなんですけど、ちょっと難易度高いですけどね、ぜひトライしてみてください。そしてですね、曲の中でもツタタタタっていうのよく出てくるんですけど、ここはちょっとね、今からちょっとデモ演奏しますけど、まあダン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 とかこういう感じでやるところです。これちょっとね、動画を見てもらうとニュアンスを分かってくれると思うんですけど、その後B メロ、レイテシズミソーナーというところは、ちょっとこれアレンジ迷うところだったんですけど、16ビートのアルペジオを用いようというふうに思います。ちょっと A メロの一番最後から B メロに行くところやってみましょう。ろくでもない俺を消してくれから、せーの、はい、くでもない俺を消してレイテシズミソーナー、その目で見ないで近づけば、こんな感じ。16ビートのアルペジオ、これ結構難しいですよ。早いですからね。はい、16ビートのアルペジオはこれね、レッスン動画に載ってますからね、16ビートのアルペジオの、弾き方解説レッスン動画でめちゃくちゃ練習してもらうのがいいと思います。力入れるとね、これも間に合わないんでね。はい、とっておきのリズムが出てきましたと。で、その後またこうサビに行くんですけど、その B メロの一番最後のところ、後半はもうね、16ビートチャに戻ります。近づけばこのところが壊れて、次ね、キメが入りますよ。ここ E7Am、 今の分かった、ワームロックに移って E7Am G7Dm で E7 で伸ばす。はい、ここかっこいいですね。ちょっと早いんですけど、このテンポだったらいけると思います。しまうから、秋はいらないというふうにサビに入っていきます。サビも16ビートじゃキレッキレでもかっこいいバージョンでいきます。で、サビが終わった後の感想が入るんですけど、最初ダウンビートというリズムを取り入れたいんですけど、そこで登場するのは16ビートのチャが半分というリズムです。これあんまり出てこないリズムなんですけど、ちょっとやってみましょうか。感想の前半です。ワン、ツー、スリー、フォー、ダウンがつかす、ダンつかつかす、ドンつかつかす、ダンつかつかす。はい、こういうリズム。ドン、どういうリズムを表現したいかというと、ドン。みたいな、こうすっげえ重たいヘビーな感じのリズムのビートが出てくるんですよね。これをウクレレ再現するとこれがいいなと思ったわけです。ちょっとじゃあ演奏もう一回、せーの。アクセントとチャでこれを表現しています。ゆっくりやると Am でいくと、ダンドドドドドドチャカツカスカスカ、ダンドドドドドチャカツカスカ、ダンドドドドドチャカツカスカスカ、ドンドドドドドチャカツカスカ。ダンの時に強く弾くってことですよ。ダンドドドドドドチャカタカツカ、ダンドドドドドチャ。これかっこいいです。ここで一回ドンと落としといて、後半の感想ではもう普通の16ビートのチャンなので、ドン。はい、これ綺麗よくやって、そのね、この感想結構かっこいいです。で、その後伸ばして、あとラップのところ、これはね、皆さん、下の訓練しといてください。もう連れた嘘から回る、嘘無造の人の号で濁る希望。かっこいい、これ。歌えたら気持ちがいいね。ここチャレンジしてみます。で、その後ですね、いろいろ決めがまた入ってきます。逃れられない、逃れられない。これ、タータータとかタタタとか書いてあるんで、これをね、なんとなく聞いてもらったらニュアンスはつかめると思います。その後サビに戻っていって、サビ繰り返して、最後のエンディングのサビ、君だけはどうか気づいてやって、最初のイントロの Do It Right Now に繋がっていくという、こんな流れになると、なかなかリズムもですね、奥が深いんですけど、この16ビートのちょっとね、かっこいいなっていうのかな、EDM っぽい感じっていうのかな、これがね、やっぱりこの曲のキーポイントだと思うんで、このウクレレでそれを再現するっていうのはね、なかなか面白い。でもこうな、グルービーな16ビートってこれウクレレで出すのはですね、難しいんだけどやりがいはあると思います。はい。これね、16ビートなんで、ちょっとこの動画をみんなに見てもらいたいな。これね、ガズが以前撮ったね、16ビートがすごい良くなるよというリズムの解説動画なんですけど、これも概要欄に貼っとくけど、これすごく役立つ動画になってます。16ビート関係は、この動画見てちょっと研究してみてください。ちょっと盛りだくさんですけど、やっていきましょう。そしてこの曲はね、ドラマの主題歌になっているということもあるし、プロモーションビデオの世界観とかね、この歌詞の内容とかも読み込んでいくと、やっぱりね、エモーショナルな感情がまたこう湧き立つと思いますんで、この音楽ってこういうね、テクニックっていうのはもちろん大事ですけど、やっぱり中身を感じる、この気持ちを込めるっていうのはめちゃくちゃ大事になりますから、そこも忘れずに行っていきましょう。それではやっていきます。King&Prince の月読みガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。 1、2、3、4。 Do it right now、潜んでる街。
見ないで近づけばこの心が壊れてしまうから、愛はいらない、知らないことを言いたい、期待せよ、いつだって悲しみの魔法に押し殺されてくらい、知らない、それを未来消せない、希望本当の愛に触れられたら逃げられない、深い闇が砕け散って終わってしまえばいい、愛はいらない、知らないことを言いたい、期待を忘れればいつだって悲しみの魔法に押し殺されていくない、知らない、それでも未来消せない、そう見抜いて、君だけはどこか気づいてた。月読みカズレレ流カクラジオンやってみた。この曲はすごいなんかこうスケールがでっかいですね、インダストリアルな感じなんだけどちょっと柔らかいところもあったりして、ちょっと奥が深いです。これはね簡単じゃない、この曲はやっぱりちょっと難易度は高いんですけど、じっくり取り組んでいくにはこういうね課題曲がいいと思います。はい、モリモリやっていきましょう。さあ皆さんお知らせです。冒頭にも言いましたけど、今ねガズが使っていてこの G ラボのウクレレたち、販売予約受付中です。今クリスマスの時期なんでね、これ今回クリスマスのねいろんなねもう目白押し企画がね今回の募集ではいっぱい行われておりますんで、概要欄にですね、ちょっとブログで、ね、記事があるんでそれもちょっと貼っておきます。それも読んでもらうとねいいかもしれません。動画でもご紹介してますけどね、ぜひぜひ皆さん G ラボ最高のウクレレ、ゲットしてください。12月24日クリスマスイブですけどね、皆さんご存知のように、ガズレレ YouTube チャンネルでですね、誰でも参加できる、クリスマスの配信をしようと思ってます。ライブ配信です。皆さんあの16時からの予定になってますんでですね、ぜひ皆さんあのパソコンやスマホの前に集まっていただいて、ガズさんとハニーも一緒に登場してですね、あのそれこそシャンメリー飲みながらですね、あの乾杯してクリスマスをお祝いし、クリスマスソングとか冬の曲をいっぱい歌っていこうと思いますので、今からスマホとか予定帳とかカレンダーにですね、12月24日16時からガズレレのライブ配信だよって書いておいてください。それが終わったら皆さんデートに行くなり家族でディナーをするなり楽しんでいただければと、クリスマス気分どんどん盛り上げていきますよ。そのための、ね、予行練習としてウクレレでできるクリスマスソングいっぱいやってるんですよ、ガズレレで。概要欄にクリスマス、ね、あのソングをまとめてるページ貼っときますので、そっちも確認しておいてください。まあ、この本も発売になってますよ。はい、ガズレレではですね、世界一簡単なピアノ教室ガズピアノもやってます。この本とうとう教則本が出版されております。こんな感じでちょっと探してみてください。ガズレレではですね、このガズレシピというアプリがあるんですよ。これめちゃくちゃ便利なアプリで、皆さんアプリのインストールは無料です。中でね楽譜を購入できたりするんですけど、インストールは無料でいろいろ機能ついてるんで、ぜひあのインストールもお願いします。そしてねこのアプリの中に入ってる楽譜が本になって、こっちも Amazon で販売中ですからね、こっちはね簡単バージョン以外にもかっこいいバージョンも、楽譜の中に表記されてますんで、これかなり隠れた名作となっております。はい、これもねそうなんですけど、もちろんこのリットミュージックから出てるウクレレ本のシリーズ、もうすでに16万部ぐらいはもう全部であの売れてると思います。ものすごいベストセラーです。なんでかというと分かりやすくて簡単だからです。皆さんぜひこの本の方のチェックもよろしくお願いします。そして、ね、いつもガズさんが被ってるキャップだとか T シャツ、今日はちょっと T シャツじゃないですけど、このストラップだとか、このここに入ってる水引きだとか、いろんな楽しいグッズガズレレではありますんでね、これ公式ホームページにねこのグッズページありますんで、ぜひいろいろ見てください。今さらっと話したのね、概要欄に大体リンクついてますんで、気になったところだったら見ていただけるとめっちゃ嬉しいです。はい、そんな山盛りなガズレレなんですけども、音楽をですね聴くからやるに変えていこう、笑顔が増えるぜということで、モリモリやっていきます。皆さんどんどん音楽楽しんでいきましょう。またお会いしましょう。ガズレレでした。さよなら、バイバイ。ココナッツのフレーバー、ココナッツのフレーバー。